昔の暮らし展。今年度は昭和時代の子どもの遊びや余暇の過ごし方の移り変わりを紹介しています。戦後日本の社会が発展する中、人々の暮らしも子どもたちの遊びも大きく変わりました。今回は昭和30年代から40年代に子ども時代を過ごしたスタッフが展示品にまつわる思い出をお話しします。こんにちは、睦門図書館展示コーナーのスタッフ太田です。鹿田です。鹿田さんはすでに配信している昔の暮らし展の紹介動画で鹿ちゃんとして登場されました。シェーで有名なアニメおそ松くんは昭和40年代の初めに始まったのでしたね。鹿田さんも当時シェーと言われてたんですか？もちろん、あの頃はとりあえず何かっていうと子供だけじゃなくて大人もシェーシェーって言ってやった覚えがありますよ。ここは昔映画館があったんですよ。で、大正館と言ってましてね、その中でゴジラが放映された時にゴジラが映画の中でもシェーってやってましたね。すごく流行ってたんですね。そうそう、シェーとかですね、ザンスとかみんなよく言ってました。やっぱり鬼ごっこ、陣取り、はい、それから缶蹴りですね。これはもう男の子も女の子も関係なく参加してやってましたね。どんなところで鬼ごっことかされてたんでしょう？やっぱり空き地っていうのがあってですね、広場とか、もちろん学校の校庭でもやってたと思うんですけど、近く家の近くの空き地とかでやってました。ちっちゃい子供はもうルールを適用しないで自由に遊ばせたんですけど、で一つの子守みたいにしてみんなで、遊んでたような記憶がありますね。ビー玉とめんこですね、僕たちはめんこじゃなくてパッチンって呼んでました。遊び方はですね、だいたい 3,4 人かな、10枚なら10枚とかパッチンを出すんですね。でそれを山のように積んで自分の得意なパッチンがあるんですね。得意なパッチンというか、手に馴染んだような、手に馴染んだ返しやすいやつですね。僕たちは消しって呼んでたんですけどね。でそれを持ってですね、その山に向かってパッチンを振り下ろしてひっくり返していくわけですね。でひっくり返してそれが2枚か一緒に返ったりとか、表裏になって返って重なったりとかっていうのが綺麗にできると、その場に出ているパッチンを全部こう買った人がもらっちゃうっていう。でそれを繰り返しながら増えていったり減っていったりでして、そういうのを競ってたっていう。どうですか、やってみませんか？ちょっと私遊んだことが全くなくてですね。いやいや、ここでやってもひっくり返りませんもんね。やっぱこれは部屋の中でやるもんじゃありませんよ。そげんこっちゃパッチンめくれんです。絶対めくれんです。地面でやらんといかんとですよ。地面でやらんといかんけん、やっぱもう外に行きましょう。そうそう、焦げんやってですね、地面のデコボコしてるとこばつこうって、焦げん、あれひっくり返らんですね。焦げん打ったら、あれで、いやいや、こんなはずでは、ほら、うまく、こんな感じですよ。こちらは、今は久留米シティプラザになっている場所の写真です。ビルに朝日屋と書いてありますね。デパート朝日屋といって、昭和12年に筑後地方で最初のデパートとして開店しました。第二次世界大戦の空襲にも焼けずに残ったんですよ。僕が覚えているのはこの朝日屋から井筒屋になってからだと思います。屋上にはですね、観覧車があったり、いろんなゲームが置いてあって、で10円玉だったと思うんですけど、入れるとゲームを遊べる、だいぶ遊んだ記憶があります。それから私的にはですね、最上階にレストランがあったんですね。もちろん家族で行くわけですけれども、その時に小学生くらいだと思うんですけれども、必ずクリームソーダとカッパ巻きを頼んでました。はいはい、クリームソーダとカッパ巻きですか？私にとってはマストだったんですね。
そしてこちらの写真、青空の西鉄通りとタイトルがなっています。覚えてらっしゃいますか？ここはですね、西鉄の駅前から六ツ門にかけて、まあ、今でいう1番街だとか2番街だとか曙通りとかですね、乙女木通りとも言いますけれども、今写真が撮られた昭和45年、この年の8月にはアーケードが完成しています。アーケードになってからの方が覚えているんですけれども、高校生ぐらいの時ですね、とても人通りが多かったですね。休みの日なんかもう混雑しているような感じでした。端から端まで歩く途中で必ず友達と出会うんですよ。そして友達と出会うと喫茶店に入って、インベーダーゲームとかやってましたね。昔の暮らし店昭和の遊びは、久留米市の六ツ門図書館展示コーナーで令和4年3月21日まで開催しています。昭和のお家も再現していますよ。昭和30年代頃に市内で実際に使われていた道具を展示しています。今はコロナで見学だけですが、本当は家に上がったり触ったりできるんです。昔の暮らし展が終わっても展示しているので、いつか体験しに来てくださいね。それでは六ツ門図書館展示コーナーでみんなが来るのを待っとるばい。思い出ちょっと探してみませんか。